ライブが近いので今日はボイトレしに来ました。お願いします。はい、じゃあ声出していきましょう、はい。せーの、使い切って顎、あのいろんなとこ行かないようにしましょう。関節症かもしれない。次から10にしましょう。あちょから来るよこれ。そうそう、わかりますわかります、ダメージが深い。ではスケールをやっていきましょう。はい、はい、お願いします。はい、セロリ嫌いって言ったじゃん。セロリ嫌いって言っててんけって。クオリティ高めでお願いします。ぐずりの勝手に地声になる。勝手に地声になっていくじゃないですか。もうちょっと楽しくて、そう、殺しに行くんじゃなくて楽しく、そうそうそう。そうそんな感じ。楽じゃないですか。楽。そう、なんかあのよしよしって勝手に、ね、そうなんですよ。なんかでん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 でってやると好きなんだよね。多分ウィー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 ってなるとノー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 っていかない。抜けすぎた抜けすぎた抜けすぎた。ねいねいやったら歌おうかな。オーケーです。はい、ここがどの顔死なないようにここ頑張ってください。オッケーです。じゃあ歌いましょう。見なくても平気ですか？出てないよね。ね、なんかこう声が出てないんですよ、ね。押し殺してる感じっていうか。それでも前はそうそこから。さっきより楽かも、うん。こう歌いたいみたいなイメージがあって、うん、でその通りに歌おうとすると声、うん、喉をコントロール、うん、無理やりしようとするから。うん、それでも君はまたそこから歩いてゆくってね、決めたんだね。ああ、そうそうそう。ミックスに行って綺麗に地声に帰ってくるんですこれ。楽でしょ。じゃああれ分かんなかったことが分かってスッキリした時のあーですね、うん、そう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 、うまいこと言う。そうだったの。納得すんのに。っていう、それでも君はまたそうそこからが、うん、じゃあ基本的に楽に歌うっていう風な意識で、うん、伸び伸び歌っちゃって、伸び伸び歌っちゃって表情で見せるというか、声のそれに足すって感じ。そう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 。それでも君はまたそうそうそう、そこからが。
決めたんだね。またそれでも君はまたそうそこ他人みたいで、これまで気づいてきたものは何だったんだろう。ある日見た鮮やかな景色は鮮やかなままなのに。お疲れ様でした。ありがとうございました。目指すのはまだ